間違いなく殺人。松倉はモンスターです。全力尽くします。裁判で死刑にする。何としてでも罰する。冤罪事件ってこういうとこから始まっていくんじゃないんですか。俺は松倉が犯人だとはどうしても思いません。凶器が証拠として出てきてもです。証拠が出ても違う。そこにケチつけんのは事件を解明しようとする人間のすることじゃないだろう。検事でいる意味がない。